七クマ。ああ、間に合わなかった。新幹線の改札口で落胆してるのは俺、中村浩太27歳。出張を終えて帰るとこだったのだが、最終の新幹線を逃してしまった。明日は朝一で外せない予定があるから泊まるわけにいかないんだよな。残る手段は深夜バスか。深夜バスに乗るなんて学生以来だな。東京行きのバスはこれだな。名古屋を0時に出発して東京駅に早朝5時半に着くのか。5時間半もバスに乗るのきついな。とはいえ博多とか青森とかもっと遠いとこじゃなくてよかったけど。3番線乗り場だったよな。すみません。はい。東京八重洲バスターミナル行きの3番乗り場ってどこにあるかわかりますか？俺も同じなんで一緒に行きましょうか。すみません、助かります。若いな。学生さんですか？はい、大学4年生なんですけど、就職の面接のために東京に行くんです。そういう時期ですよね。でも深夜バスでってきつくないですか？本当は余裕を持って泊まりがけで行きたかったんですけど、面接の日程が大学のテストの翌日だったので深夜バスで行くことにしたんです。確か就活の場合は届け出をすれば大学で追試の日程組んでくれるんじゃなかったですっけ？大学にもよると思いますが。そうなんですか？確認すればよかったです。でも正直言うと、お金の節約も考えて深夜バスにしたのもあって。全然料金違いますもんね。バスのチケット買うときにこんなに安いんだって驚きました。学生にとっては強い味方です。寝不足で面接に挑むのは不安ですけど。面接のための準備はやってきたんですよね？はい。それじゃあ大丈夫。自信を持って頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。3番乗り場ここですね。まだ時間まで余裕あるな。お手洗いに行きたいので荷物見てもらっても大丈夫ですか？すぐに戻りますので。いいですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。荷物見てもらっちゃってすみませんでした。いえ大丈夫ですよ。待たせるのが申し訳ないと思って走ってきてくれたのか。かわいいな。私藤原咲って言います。と、中村です。中村さんはお仕事で来られてたんですか？東京の方ですよね？はい、東京から名古屋に出張できてたんですけど、予定より長引いて新幹線に乗り遅れて深夜バスで東京に戻ることになりました。こっちにいる間に名古屋名物とか食べました？せっかくだから食べたかったんですけど何にも食べられませんでした。実は夕飯も食べ損ねちゃったんですよね。土産だけはなんとか買えたんですけど。じゃあよかったらこれどうぞ。え？天むすです。バスで食べようと思ってたんですけど、その前にきしめん食べたらお腹いっぱいになっちゃって。いいんですか？はい、私も荷物が減って助かりますし。それじゃあ遠慮なく。おいしいですね。このキャラぶきも天むすとすごく合うんですよ。ほんとだ。また今度名古屋来るときはぜひ買います。はい、ぜひ。他にも名古屋は美味しいものたくさんあるんで、いろいろ食べてみてください。おすすめの名古屋飯ってあります？そうですね、定番の名古屋飯ももちろん美味しくて大好きなんですけど、最近は台湾まぜそばにハマってます。台湾ラーメンなら聞いたことあるけど。台湾まぜそばは極太麺の上に台湾ミンチ、ニラ、ネギ、魚粉、おろしニンニク、そこに卵黄が乗ってる汁なし麺なんですけど、すっごく美味しいんですよ。へえ、食べてみたいな。あ、バスが来ましたね。チケットの確認しますのでこちらにお並びください。平日の深夜ということでバスに乗る人は少なかった。お願いします。では F2 番にお座りください。お願いします。D2 番にお座りください。天むすごちそうさまでした。いえ、中村さんとお話できて楽しかったです。
いつも女性と喋るときは緊張するのに、藤原さんとは話しやすかったな。実は俺は恋愛経験ゼロで女性と付き合ったことがない。4人兄弟でずっと男子校、大学の学部も女子が少数という環境で育ち、女子に対する免疫が全くなかったのだ。社会人になって仕事で女性と接するのは普通にできるようになったけど、プライベートとなると全くダメなんだよな。もうちょっと話したかったな。とはいえ席が決まってるから移動はできないし、そもそもそんな勇気もない。それにこのバス、女性の隣に男性が座れないように配慮されてるんだよな。ま、恋愛なんてそんな簡単に始まるわけない。たまたま楽しく喋れただけでもラッキーだ。さて、寝るか。寝れない。慣れない深夜バスで気持ちが落ち着かず全然寝れない。消灯してるからスマホも使えないし、時間が過ぎるのが長い。お、バスが止まった。ようやく休憩か。静かに立ち上がって前へ歩きながら、藤原さんとまた喋れるかもしれないという淡い期待を抱いて、彼女の席へ視線を移したのだが、おわ、Vネックの胸元や短いミニスカートからちらりと見てはいけないものが見え、バクンと心臓が跳ね上がる。なんとかしないと。そーっと彼女を起こさないように静かに上着をかけ、バスの外へ出た。何か天むすのお礼がしたいな。もう売店は閉まっていて、自動販売機しか買えるものはなかった。まだ寝てるな。よし、戻ろう。東京駅八重洲口に到着しました。あ、降りなきゃ。で、え、これ中村さんが着てた上着だよね。あれ、ペットボトルのお茶も置いてある。立ち上がって後ろを見るとまだ中村さんは寝てた。昨日も思ったけど、なんて真摯な振る舞いなんだろう。まるで王子様。どうかまた中村さんに会えますように。何か頬に温かい感触があったような。ああ、バス着いたのか。ん？これ、俺の上着？立ち上がって前を見ると、もう藤原さんの姿はなかった。最後に挨拶だけでもしておきたかったな。なんて感傷に浸ってる暇はないか。行かないと。一旦家に帰ってシャワー浴びて仕事行く準備して。慌ただしかったな。あ、乗ります。と、はい。すみません、ありがとうございました。いえ。中村さん？え、藤原さん？もしかして藤原さん、うちの会社の面接受けるんですか？俺、人事で面接官やるんだけど。こんな偶然あるのか？今日面接する学生に藤原さんいたの全然気づかなかった。え、嘘。中村さんの会社って七熊宅配ですか？いや、うちは七熊運輸。大元は一緒だし同じビルだけど別会社。そうなんですね。でも同じビルっていうだけでもびっくりですね。ああ、驚いた。そりゃ知らないはずだ。あの、上着ありがとうございました。あと、お茶の差し入れも嬉しかったです。ちゃんとお礼言えなくてすみませんでした。ああ、いや、勝手に置いて迷惑だったかなって後で思ってたからよかった。私、また中村さんに会いたいと思ってたんで、ここで会えてすっごく嬉しいです。ああ、七熊宅配受かって中村さんに毎日会えるようになりたいな。一個いい？え、何ですか？社員食堂一緒なんです。だからもし藤原さんが受かったらおごりますよ。え、頑張ります。応援してますね。それじゃあ失礼します。頑張ってね。自分の回押し忘れてて通過してたな。その後、俺はさらなる失敗に気づいた。彼女の連絡先を聞き忘れていたのだ。恋愛経験ゼロだからそんな考えが回らなかった。藤原さん、七熊宅配受かったのかな？向こうの会社に知り合いでもいたらよかったな。
え？中村さんに会いに来ました。藤原さん、七熊宅配に就職できたんですね。おめでとうございます。私本当にバカで、あの時中村さんに連絡先引き忘れちゃって、もし会社受かってなかったらどうしようって毎日不安でたまりませんでした。俺も後で連絡先聞いておけばよかったなって。入社して最初の2週間は研修で来られなかったんですけど、部署に配属されて中村さんに会いに来られました。ここに中村さんがいてよかったです。あ、あともう一つ、とっても大切なことを聞けてなかったんですけど。え、何でした？中村さんって結婚してますか？いや、独身ですよ。お付き合いされてる方っていません。はあ、よかった。藤原さん、私中村さんのことあの日からずっといいなって思ってて、私のこと恋人候補にしてもらえませんか？中村さん大丈夫ですか？いや、まさか社員食堂でそんなこと言われると思ってなくて。ごめんなさい。中村さんすごく素敵だから、早く告白しないと誰かに取られちゃうって焦っちゃって。と、ここではなんだから仕事帰りに会えませんか？そうですね、そうしましょう。すみません、ちょっと遅くなっちゃいました。大丈夫ですよ、就職の合否待ってた時間と比べたらあっという間ですから。確かに。あの、お昼は社員食堂で突然告白しちゃってすみませんでした。会社の人に見られて噂になるかもしれないのに、考えなしで申し訳ないです。あ、それを気にしてたんじゃなくて、実は俺恋愛経験ゼロなんですよ。だからうまく対応できなくてすみません。嘘！だってすごく紳士でスマートで女性慣れしてそうだったのに。いつもは女性に対してすごく緊張して喋れないのに、なぜか藤原さんとは自然に楽しく喋れたんです。こんなことは初めてで、また藤原さんに会いたいって思ってました。中村さん、どうか俺の初めての彼女になってもらえませんか？不器用で、そのうまくリードできないかもしれませんが。中村さんの初めての彼女、頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。どう頑張るんですか？全部が楽しくて幸せで、私が初めての彼女でよかったって思ってもらえるように頑張ります。もうすでに幸せです。私も幸せです。手つなぎませんか？いいですね。あの、本当に私が初めての彼女なんですか？本当ですよ、嘘なんてつきません。だってこんなかっこいい人が今まで彼女いなかったなんて信じられなくて。こうして手をつなぐのも初めてで、正直ドキドキしてます。あの、それじゃあキスもしたことないんですよね？はい。私はなんてこと。中村さんごめんなさい。え、どうしたんですか？実は私、中村さんのキスを奪っちゃったんです。奪ったって、え、いつですか？あの、深夜バスが東京に到着して中村さんを上着に返した時に、中村さんへの愛おしさが込み上げて、思わずほっぺにチューしちゃいました。そういえば、起きた時に頬に温かい感触を感じたんですよね。ごめんなさい。それじゃあこれでお愛子ってことで。何ですか今の不意打ち。ちゃんと味わいたかったんで、もう一回お願いします。ダメです。え、どうしてですか？もうこれが限界なんで。中村さん、かわいすぎます。
深夜バスで意気投合した女性との再会はもう訪れないだろうと諦めていたのに、俺たちの出会いは運命だったようだ。初めてのこの恋を大切に大切に育てていこう。私は三段飛びしてもらっても全然いいんですけどね。ちょっ、最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。